はい、今回もドラクエウォークやっていきたいと思います。10キロジョギングをしてきました。これからウォークモードを解除していきたいと思います。というわけでですね、私、10キロジョギングから帰ってきました。週に2回ね、10キロジョギングを、しております。その度ごとにですね、はい、ウォークモード解除の動画をですね、撮っているんですけれど、10キロね、走ったらどれぐらい、ウォークモードのね、心、のとか、スカウトとかの成果があるのか。まあそういうところね、参考になればと思います。というわけで、今ね、ロック解除して、ではウォークモードを解除します。はい、ということで、はい、386匹倒しましたね。はい、ということで、手に入れた心が36個ですね。まあこれはね、結構多い方だと思います。まあ今はね、特にイベントモンスターのこれですよね。ディーゼルとモノアイですね。こちらが結構たくさん心落としますので、ドロップしますのでということで、今回ディーゼル S4 つとかね、ありますけれど。まあとりあえず、こんな感じかな。あとベビーサタンは、ちょっと今少し、この S とかはね、嬉しいかなと思います。はい。というわけで、まあ今ね、宝の地図もですね、ウォークモード中に地図をね、変換することがね、まあできるので、少しずつね、地図を何度か入れ替えながらやっております。はい、ちょっとくしゃみがね、出そうですけど、まあ大丈夫ですね。はい。では、スカウト結果ですね。スカウトモンスターもね、結構たくさんいます。はい、こっちもね、宝の地図です。仲間モンスターのたくさんいる地図をですね、周回しておりましたので、こんな感じですね。はい。これも大量ですね。はい。まあ、はい。はい。こんな感じです。はい。まあ、残念ながらね、蝶のアームライオンがいたかな。まあ、極みモンスターはいなかったかな。はい。まあ、でもとりあえずそんな感じでいいでしょう。はい。あとですね、ちょっと地図生成ができますので、ちょっと見ていきましょう。はい。ということで、いきます。いい地図がね、できるといいんですけど、どうでしょうか。はい。はい。B ランクの地図。ちょっと残念なね、地図ですよね。ボスも、はい。こんな感じだし。はい。仲間モンスターもいないし、ということで、はい。まあ、しゃあないでしょ。はい。ということで、まあ、この地図はとりあえず開始しとくか。まあ、一応開始しとくかね。はい。はい。まあ、これはそうしましょうかね。はい。ちょっとこの時間更新になっちゃいましたね。まあ、いいでしょう。はい。ということで、まあ、これは、これでよくて、はい。はい。ログインボーナス。あ、午前3時回りましたね。はい。で、あとは、なんだろう。はい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 。ちょっと待って。ああ、はいはい。ちょっと、見ときますか。はい。あ、時間の方ですね。ヘルクラウダーが仲間になったから、多分ね、ここが虹色になったんだと思います。はい。ということで、エレメント系のダメージ、プラス 1%。これはちょっとありがたいかもしれないですね。エレメント系のモンスターが、残るところって若干あったと思うのでね。はい。ということで、はい。これもようやく7種類、性格揃いました。はい、はい、はい。ということで、一応この仲間モンスターのこのね、図鑑は全部虹色になった、なりましたね。はい。ということで、ございます。はい。卵がですね、魔王の使いとバルブロスの卵をね、置いてたんですけど、はい、残りあと4000歩ほど必要ですね。はい、あと、訓練場はですね、18000歩族のモンスターをね、置いといたんですけど、まあ、レベル41まで、まあ、上がりましたね、ということです。はい。だいたいそんなもんですかね。はい。というわけで、ちょっとね、地図が残念でしたけれど、せっかくのね、生成地図でしたけど、まあ残念でしたけど、まあ、これはもう仕方ないですね。ああ、なんか、金の卵がありますかね。はいはいはい。まあ午前3時回ったんで、ということで。いやー、まあいいでしょう。ということで、ちょっとこの辺の赤いマークとかちょっと見ておきましょう。モンスター図鑑、ですね。モンスター図鑑、あ、これか。はい。炎の戦士、晴れ男が15匹となりました。はい。
あとは、ミッション。まあ、これは回復スポットですね。午前3時になったところで、イベントは、まあ、これはいいでしょう。はい。と、プレゼントもらっておきますか。はい。はい、はい、はい。とりあえずこんなところでしょうか。はい。というわけで、まあ、こんな感じで、毎週2回、10キロジョギングをしております。まあ、ちょっと1回だけ戦っときますか。こんな感じで、あ、ちょっと、これお宝モンスターだったんで、あんまり参考にならないですけど、ね、周回パーティー。一応ですね、大魔導、カルベロビュートを持ってる大魔導士が一番最初に動くようにしてあるんですけれど、ちょっと素早さの差があまりないので、しょっちゅう忍者がね、先制したりします。はい。まあ、とりあえず、はい。お宝モンスター。少しの真珠ポイントの足しにはなるかなと思います。まあ、こんな感じで。うまくいけばね、大魔導士のカルベローナの弾雷でワンパンなんですけど、ちょっと、素早さ調整ミスってますね。はい、大魔導士の方が素早さ高いんですけど、はい。ということで。多分これはね、ヒャド接待の地図なんで、どうだろう。まあそれでもね、闇竜の牙でワンパンできないっていうのは、ちょっと待ってください。なんか、ちょっと忍者が先動きますね。はい。あれ、そんな素早さ、なんかね、これだと大魔導士より忍者の方が素早さが高いような感じなんですけど、あれちょっと一度確認してみましょうか。はい。ということで、はい。大魔導士はですね、素早さが、959。で、忍者が922か。まあ、30ぐらいの差なんでね。まあ、これぐらいだと、まあ、ある程度、ほぼないに、誤差みたいなもんでしょうかね。うん。30というと結構あるような気はしたんですけど、まあ、最近はね、素早さ、差を100以上つけてもですね、逆転されることが、まあ、結構あるかなっていう感じですね。はい。あ、今回はね、大魔導士が先動きましたね。はい。まあ、こんな感じで、ワンパンできることが多いんですけど。はい。はい。ということで、まあ、今回はね、まあ、これね、ほぼ確実にワンパンできるとですね、10キロジョギングしたときに、まあ、500匹ぐらいモンスター狩れるんですけれど、まあ、それがね、今回380と、ちょっと少なめだったのは、まあ、こういう事情があります。ということで、まあ、何らかのね、参考になりましたら幸いです。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ！